Hey, hello guys! Welcome back to my channel. This is Maron in Australia. 皆さん、こんにちは。オーストラリア、ブリスベン在住のマロンです。本日はオーストラリアでの仕事の探し方についてお話をしていこうと思います。イエーイ！それでは、早速始めていきましょう。Let's get started! それでは、初めに求人サイトのご紹介です。一つ目が Indeed。二つ目が Seek。3つ目は日本人向けですが日豪プレス、この3つが、有名どころのウェブサイトかなと思います。他にも Facebook のコミュニティサイトや、まあ、お友達からのご紹介とか、あとは自分でレジュメを配りに行くっていう方法もありますが、まあ、このウェブサイトを使った方がいろんな種類の求人内容を見ることができるので私はおすすめです。で、どんな求人内容が多いのかっていうと、まあ、Indeed と Seek は本当にたくさんの職種の求人が載っているので、自分が探している職種を入れて、エリアを入れて検索すればたくさん出てきます。で、日豪プレスは日本食レストランや日本風のカフェだったり、あとは美容系ですね。ネイルサロン、まつげサロン、ヘアサロン、あとはマッサージ、あとはクリーナーやファームですとか、ベビーシッターのお仕事もよく見かけます。ワーホリですとか、留学でオーストラリアに来たばっかりの時は日豪プレスを一度見て求人を探してみるのもいいかなと思います。というのも日本語で求人内容が書かれているものもありますし、で日本人のスタッフが働いている場所もたくさんあるので、初めは日本語で教えてもらえたりもするので、初めのスタートにはいいのかなと思います。もしオーストラリアのローカルの企業で働きたいとか、オーストラリア人と一緒に働きたい方は、まあ、Seek とか Indeed を使ってローカルの企業でお仕事を探すのもいいと思います。では、お仕事を応募してから採用に至るまでのステップをお話しします。で、求人サイトから自分の応募したい求人が見つかりましたら、そこから、履歴書を添付して応募します。で、書類選考が通りますとお店の方から連絡がありまして、面接の日程調整があります。面接が終わった後には、あと日本とは少し違うんですけれども、トライアルというものが入ってきます。で、このトライアルっていうのは、お店によって、まあ、期間ですとか、どのような内容をやるのかっていうのは異なるので一概には言えないんですけれども、だいたい1日から、まあ、長いところだと1週間ぐらいあるところもあります。私の場合、今働いているカフェはトライアル期間は、45分間でした。で、このトライアル45分間で何をしたのかと言いますと、まあ、接客ですね、まあ、お店の片付けを手伝ったり、他のスタッフのお仕事を手伝ったりっていうのをしました。で、後々マネージャーにどんなところを注目して見てるのって聞いたところ、やっぱり一つはコミュニケーション能力ですね。まあ、マネージャーも私がネイティブスピーカーではないことを知っているので、まあ、ネイティブ並みの英語力は求めないいいとは言っていたんですけれども、やっぱりお客様とも周りのスタッフとも英語でコミュニケーションが取れるかっていうところをよく見ていると言っていました。あとはオーストラリアは人件費もすっごい高いので、少ない人数でお店を回していくんですね。なのでテキパキと素早くお仕事ができるかっていうのと、あとまあちゃんと経験があるかスキルがあるかっていうのも見ていると言っていました。だからオーストラリアに来てお仕事をしてみたいなって思う方は、接客英語を学んだりとか、いろんな動画のコンテンツを利用してネイティブの話す英語を聞いて耳を鳴らしておくとか、そういった英語の勉強をしておくといいかなと思います。で、カフェとかレストランで働きたい方は、日本でいるうちから飲食店で働いて接客のスキルを磨いておくとか、何か自分の自己アピールとなるものを作っておくといいのかなと思います。で、そのトライアルが終わりますと、採用か不採用かっていうのが決まっていきます。では最後に、私のこの今までの4年間の経験をシェアしていきたいと思います。私は2018年に、オーストラリアにワーホキングホリデービザでやってきました。で、初めの4ヶ月は語学学校に通って勉強に専念をしていました。
で学校を卒業した後に、お仕事をスタートしていくんですけれども、初めは英語に全然自信がなくって、なんかローカルの企業に応募するのが自信がなかったんですね。なので日語プレスを探して、日本語で書かれている求人に応募して、日本食のレストランで仕事を始めました。で、初めは海外で の仕事経験もなかったし、もう接客英語もわかんないし、どうやってネイティブのお客さん相手に接客するかもう全然わからない中だったので、周りに日本人のスタッフがたくさんいたので、スムーズにお仕事をスタートすることができました。ウェイトレスのお仕事をしていて、接客ですね、お客様のオーダーを取ったり、あと電話のオーダー、これが一番大変でしたね。電話で英語を聞いてオーダーを取るっていうのが結構難しかったです。で、特にオーストラリア人って注文 のカスタマイズが多いんですよ。例えばお寿司でも、このお寿司は、海苔なしとか、なんかごまなし、マヨネーズなしとか、アボカドなし、キュウリなしとか、なんか照り焼きソースなしとか、多めとか、なんかすごいいろんな注文があるので、それを間違えずに聞くっていうのが初めの大きなステップでした。今はブリスベンにあるローカルのカフェでお仕事をしています。グローバルな環境でアジア人もいれば、オーストラリア人もいるし、もういろんな国 の出身のスタッフがいるので、日々なんかいろいろなことを学べてすごい楽しいです。で、私は4年間スターバックスで仕事をしていたんですね、日本の大学生の時に。なのでバリスタの経験も一応あるっていうことで、今のカフェに採用になりました。初めはオールラウンダーといって、接客もするし、サーブもするし、お店の片付けもするしっていうようなポジションで採用してもらって、その後バリスタの練習中ですエスプレッソを落としたり、ミルクをスチームしたり、あとはラテアート、オーストラリアでは店内でドリンクを飲むお客様にはラテアートをするっていうのがこのカフェでもやっているサービスです。なので今私はラテアートの勉強をしています。練習中ですで、最近はまだ今のカフェに入って2ヶ月なんですけれども、最近はスーパーバイザーの仕事も始めました。で、どんな仕事をやってるかっていうと、スタッフの管理ですね、勤怠管理、何時に誰が来てとか、何時に誰を休憩に出すかとか、この子はこれができる、この子はこれができないとか、チェックをして、マネージャーに伝えたりとかっていうのがスタッフ管理ですね。あとは発注業務ですね、コーヒー豆の発注とか、あとはカフェで売っているサンドイッチとかケーキとか牛乳とか、いろんな資材の発注業務を担当しています。まだ入って2ヶ月なんですけれども、なんかいろんなことを今挑戦できているので、すごく毎日が刺激的です。で、オーストラリアは年功序列もないし、自分のパッションとやる気さえあればいろんなことに挑戦することができます。いろんな人と出会うチャンス、いろんな人と一緒に働くチャンスがたくさんあるので、日本ではなかなかできないような経験もできます。大変なことももちろんたくさんありますけれども、英語で仕事をして、いろんな文化を学んだり、新しい価値観を学んだり、自分が成長できるチャンスっていうのはたくさんある場所だと思うので、ぜひ皆さんも日本にいるうちからいろいろな準備をして、ぜひオーストラリアにいらしてください。オーストラリアも国境が空いて、カフェとかレストラン求人たくさん募集しているので、お仕事を探すのも絶好のチャンスです。今がもう大チャンス、いろんなお店が募集しているので、これを逃してしまうと、もしかしたらいずれですね、また仕事を見つけるのが難しい時期が来るかもしれないので、ぜひ今この仕事がたくさんある中でぜひいらしてください。何かご質問があったらぜひコメント欄に残してください。それでは今日もご視聴どうもありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとインスタグラムもやっているので、ぜひこちらもフォローしてください。たまにストーリーズで質問募集とかもしているので、ぜひぜひチェックをよろしくお願いします。はい、じゃあ Thank you for watching guys. See you in the next video.